とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は装備が完成したので、見てください。これですね。まずは、黄金のピグリンアーマーです。黄金はね、火炎フォーカスさんと微妙なやつなんですけども、まあ、263なので、目をつぶってください。エンチャントがね、これどうなのかなと思うんですよね。ポーションバリアと、ビーストバーストとタンブルビー。これ微妙かな。まあまあ、とりあえず、こんな感じでついてたので、つけてます。まあ、ビーストバーストを、うまく使えば、この8で一撃、900万かける3だから、2700万か、のダメージを与えることができるので、ボス戦ではこれはいいかなと思いますね。で、これプラス、ハープクロスボウですね。リフレッシュと、マルチショット。そして、連鎖反応ですね。黄金の虚無は、ほぼ意味がないので、無限がついてれば、最高だったかな。まあ、これは昔から使ってるやつなので、まあ、仕方ないとしましょう。はい。とりあえず、今日は、これで花火を2つつけて、どんな感じなのか、試してみようと思います。強いのかな？それでは行ってみましょう。火事場でーす。敵の 50% がスケルトンに変わって、味方、俺がリサイクルを持ってるか。で、敵はマルチショットか。なかなか厳しいね。行きましょう。はい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 。なるほど。で、これで、ポーションを使って回復をして、なるほどね。まあまあ確かに、無限に使ってはいけそうな感じですね。打ち漏らしがなければ。はいはい。なるほど。そういうことか。これもう、近距離攻撃はもう完全に捨てて、遠距離のみでいけばいい感じなのね。なので、そうか、花火3か。花火3だわ。そうすると、まあまあまあ、大概、発動するだろうからね、リフレッシュが。なるほど、こういう使い方ね。でもこれ、ちょっと慣れが必要な気がするな。忙しいね。結構忙しいけども、これ慣れれば強い。確かに。確かに、ものすげえ強いわ。しゃ。でも敵が、ほんと、ちょっとずつしか出てこない時とこだったら、クールダウンが難しくなるかな。いや、でも3つ、3発あれば十分か。そうね、とりあえず、黒斑かピグリンアーマーを装備さえすれば、エンチャントはどうでも良さそうだね。あとは弓のエンチャントは重要だけどね。弓エンチャントは重要だけども、あとは何とでもなりそうな、感じだな。はい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 。そうね。まあまあ、使いやすいじゃ使いやすい。でも、発動しなかった時が若干ピンチになる。まあこれはご愛嬌っていうところか。はいはいはい。と、あとボスにも厳しそうね。ボスにもちょっと厳しそうだけども、まあ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 。通常でこれだけ強ければ十分じゃないですか。全然使っていけそうな感じですね。一応キャプテン見るか。怖いけどね。一応見ていきましょうかね。どうだ。しゃしゃ。オッケーオッケー。これ花火の攻撃力がかなり重要になるので、そうね、花火は、高パワーのやつが欲しいな。俺確か1個しかね、高パワー持ってなかったんで、ちょっと取りに行かないといけませんかね。256を3つ持ってれば、だいぶ強いと思うんですけど。そうかそうかそうか、これ花火のパワーだいぶ重要だよ。攻撃力全然違うからね。255で、175万か。ま、256になると、180ちょっとなるね。251だったら、
149万なんで、この30万ぐらいがだいぶダメージとして違ってくるんで、これは花火が、厳選が必要だね。まあ、251でも全然いいと思うけどね。でも、厳選するとこれ全然強くなれる。じゃあ、でもこういう火事場みたいな、敵がもうむちゃくちゃ多い場所に関しては、すっごい使いやすい。うん、すんげー使いやすいね。ただこれ、プレステだからまだ落ちにくいかもしんないけど、スイッチだったら落ちるだろうな。スイッチは、ちょっと落ちそうな気がするよ。まあそういうリスクは、まあ何にせよあるよね。うん、バブルの時もそうだったし、リスクはありますわ。こういうね、なんか、強い装備っていうのは、リスクありあり。まあまあ、それは仕方ないところで、行きましょう。お、キャプテン、いましたね。いたいた。キャプテン、一体だけでいいや。とりあえず倒していきまーす。はい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 。いざとなった時のために、弓の攻撃力みたいなのも、おい、ナイトモード!普通に倒せるぐらいの弓の攻撃力があると、さらに安定感増すね。なので、まあ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 、虚無は無駄にはならなかったかな。一応無駄にはならないっぽいね。まあ、それはよかったよかった。おーいちょ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 っと待って、相当きついよ。やっべ、しゃあ OK。 あ、なるほどね、レッドストーンキューブ倒せるから一応あれだ、クールダウン発生して倒せるんだ。あ、なるほどね。これナイトモードに逆に助けられたような感じですね。あ、よかったよかった。まあまあ、このまま、ちょっとクリアしましょう。で、これね、クールダウンがね、これぐらい残ってる時っていうのが、もうどうしようもないピンチだよね。本当に。あ、まあまあ、こういう時にね、263のハープクロスボウだったら、まあまあ、助かるかなっていうところですね。花火が使えなくなると、もう一気にピンチに、なりますね。クリアでーす。はい、ということで戻ってきました。今日はこの装備だね。黄金のピグリンアーマー、そしてそれにハープクロスボウをつけて、やってみました。アーティファクトはこの花火花火花火になるので、花火がクールダウン、ずっとかかってる場合の時はすごいピンチになる。でも263のハープクロスボウだったら、まあそのピンチも乗り切れるかなっていうところですね。で、黄金のピグリンアーマー。これはね、エンチャントが結構重要だと思います。まあポーションバリアは絶対いるし、クールダウン必要ないっていうのは、すごくでかいかなと思った。クールダウン必要ないのはすごく良かったですね。で、つけるならば、ポーションバリアでしょ。で、羽ぴょんしないから、タンブルビーは意味がなかった。ビーストバーストも意味ない。なので、デスバーター入れればいいね。ポーションバリアとデスバーター。で、あと二つを、何がいいんだろうな。まあ、クールダウン一個入れてもいいかもしんないね。一個入れとけば、まあ、ちょっとピンチの時でも乗り切れるので、まあ、ポーションバリア、クールダウン、まあ、安全のためね。で、デスバーター。で、もう一個は、そうね、もともと防御力低いので、防護さんとか入れてもいいかもしれないですね。防護で 15% カット。それでまあ安全性は上がるのではないでしょうか。はい。ということで、ハープクロスボウ、なかなかいいと思います。まあ、前回のね、無限大なものを雷よりは、ちょっと落ちるとは思うんだけども、いや、すごく、この、環境では強いのではないでしょうか。ビーストバースト。ビーストバーストも使えばね、強いんだけども、あんまり使うところがなかったです。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。